どうも一応です。はい、今回はペリアスの記憶、マスクリ取れてなかったんでね、マスクリ取りに行きたいと思います。まあ、結果だけ言えばマスクリ取れました。はい、なんとかそれを再現ね、できればいいかなとは思ってますけども。はい、で、基本的にメンツも同じだし、やることは変わらないんですけど、デュースは歌わせることにしました。あとは玉ねぎは連続ウォータージャーを取りに行って、アルフィノはですね、レコマテを召喚ダメージダイアップに変えて、先に覚醒奥義を打っちゃって、覚醒奥義切れたら展開戦術貼るような感じでいきます。はい、とにかくまあ手数を少なく、かつよりダメージの出るようにっていう風に考えたら、こういう編成になりました。向こうはね、なんか攻撃力アップのバフ、なんだっけ、セーバーだったっけ、なんだったっけな、使ってくるんだけど、まあこっちは基本的にデバフは打ちません。はい、デバフ打たずにマスクリ取りに行こうと思います。まあデバフ入れてもいいんですけどね、ちょっと枠がなくて、このメンツだと、まあそれでデバフ打てるキャラをまた入れ替えて挑むとなるとね、またちょっとパターンを変えなきゃいけないっていうか攻めのパターンっていうのを変えなきゃいけなくなっちゃうんで、全部リセットに、ね、なっちゃうから、なんとかメンツを変えずにアビリティをちょこっといじるぐらいでなんとかいければいいなって思ってましたらば、なんとかいけたので、再現できればいいなとは思ってますけど、まあ例のごとくデュースは歌歌って回復ってずっと交互にこうやっていく感じ、まあ隙あらばバースト入るとかそういう感じですかね。まああとは壁張るタイミングとかをちょっと間違えないようにしないといけませんね。あとは踏みとどまる、踏みとどまるを入れるタイミング、何回か視線くぐることになるかな、どうかな、ちょっとわからないけども、よし、いいね、ナイスです、いいっすよ。鍵払い、これは大丈夫。で、デュースは次歌を歌わせる。これちょっとね、間違わないように、これまた喋りながらやってると、あれ次どっちだったっけってこう分かんなくなっちゃうから、ちゃんと集中して意識してやらないとね、ダメですね。 OK、 まあなんとか1分切れればマスクリは見えてくるんじゃないかなって感じします。どうしても1分過ぎちゃうと、向こうの攻撃も激しいんで、火ダメのスコアを落としてしまうって感じですかね。もうちょっとファムフリート打ちてえなこれ。でも次の玉ねぎだな、次の玉ねぎで打たせる。回復、オッケーオッケー、いいよ。まあエッジとかで、エッジで打たせてもいいんですけど、やっぱエブラーナ分身のねためのゲージ集めたいんで、やっぱ基本エッジはひたすら水遁連打って感じですかね。まあメインのダメージ総数はどうしてもアルフィノと玉ねぎになっちゃうんですけど、OK、 来たね。これ回復さっき入れたっけ、違ったっけ、分かんなくなっちゃったね。いいや、コンチェルト入れます。コンチェルト入れたら、雷神モードだからね、雷神モード中だから多分途切れることはないと思うけど、これでさらに魔力アップ、決めてよ。 OKOK、
まあまあ、まあまあ入りますね。1000ぐらい、一発1000ぐらい入れば、まあまあまあ、悪くはない。まあそれでもね、どうしてもこの、アルフィノは、本職が水属性じゃないんで、どうしても、限界突破まで持っていくっていうのはなかなか難しくてですね、いいとこ7、8000とかだと思うんですけど、まあそれでも、ね、覚醒奥義の、まあ、アビリティ無限に使えるという恩恵、あとは、ダブルか、ダブルで発生するっていう、その恩恵だけは、ちょっと、どうしてもね、使わない手はないんで、6000ぐらいか、もうちょっと欲しかったけどな、まあ、しょうがねえか。剣玉とかね、あれば、もしくはチェインとかあれば、おー、ナイスナイス。あれば、もうちょっとダメージ伸ばせるんでしょうけども、今のこのメンツはどうしてもこれが限界。さあ、もうそうこうしてるうちに、壁を張り替える、タイミングを伺わなければいけない。ちょっと隙あらばだから、プロテが打っておくか。ペインフレ、あー大丈夫かこれ。耐えた、オッケー。耐えたらオッケーよ。とりあえずプロテが貼っといて。よし。デュースどうしようか。即回復入れるか。本当は歌歌わせたいとこだけど。即回復入れる。でね、踏みとどまる使ってないけど、どっかでエブラナ分身入れないとヘイスが切れちゃうから、ここで入れるか。お、ナイスだ。頑張ってます、アルヒノ頑張ってる。よし、ここで入れよう。ちょっともったいないけどね。で、またそろそろ状態上バリアを張りたいところ。オッケー。さて、どこで壁張る。さあ、いかついの来るよ。うわー、きつい。すごい。オッケー。さあ、デュースは雷神が切れましたね。玉ねぎだな、やっぱりな。玉ねぎで、玉ねぎで壁張るか。オッケー。いまいちね、もうちょっと回復量欲しいところではあるけど、まあ贅沢言ってられないですね。オッケー。さあ、もう一回来てくれれば嬉しいなーって感じだけど、来ない。公式会場の壁張りますわ、ここで。オッケーよー。さあ、そろそろでも覚醒が切れる頃かもしれない。できればプロテガも一回どっかで打ちたいけど、ここかな。35秒ぐらいまでにはなんとか半分折り返しまで行きたいっすね。あっと、覚醒切れてるね。覚醒切れました。はい、そうですか。オッケー、強式解除。いやー、ちょっと歌途切れちゃうな、これ。歌途切れちゃうけど、まあしょうがない。展開戦術ちょっと遅れたかな、タイミング。
でもまあなんとか折り返しまで来たような感じがしますね。これでちょっと多少でも魔力アップを測って。はい。早く展開戦術早く。じゃあちょっとワンテンポ展開戦術遅れたかなって感じしますね。ちょっと遅れたかなって、この分のダメージがちょっともったいない感じがするけど、終わりよければ、でもね、終わりよければ全てよしっていうか、マスクリなんとか取れれば。さあ歌はまだ続いてるかな。でもそろそろ切れると思うんだ。どうかね。ああ切れたかな。どうかね。よし、ちょっとイリスは待機。イリスは待機で、玉ねぎは超絶張りたいね。超絶。はい、じゃあ大丈夫だよな。返せ返せ返しちゃえ。よし、さあこっからなんとか1分以内で倒したい。はい、エリアルブラストバースト入ります。少しでもね、ちょっとあの湯だめ上がってくれたい。うわーきつ。デュースだ、デュース、デュースの速踏みとどで。うわーこれ困るな。玉ねぎとデュースがいけ。ほら危ない。このパターンほんと困るんだよね。あの玉ねぎスキップしてる間に攻撃食らっちゃうみたいな。これはちょっと危なかった。バオール、はいはいはい、オッケー。デスペルいきますよ。さてもう一回ファムフリートちょっとどっかで呼びたいね。あと15秒でこれを削るのは厳しいんじゃないかなって感じしますけどね。なんとかでもマスクリ取りたい。オッケーオッケー。歌歌ってどうする？アルフィノで呼ぶか。食らった。さあ厳しいね。はい分身。オッケー。まあでも攻撃激しいということはそれだけ。ゲージも溜まりやすい。展開戦術もそれだけ生きてくる。いやーもう一回来てもいいよ玉ねぎくん。もう一回来てもいいんだよ。来たー。よーし、でもグリップやる。どうか。あー一回戦技入れよう。アビギリギリだ、足りないかな。アビがちょっと再発動に期待しないとちょっと厳しいかなって感じですね。あーちょっとここもったいないところだけど、まあしょうがない。2回来てもいいぜ。来ない。いやちょっと今回はこの再発動あんまり恵まれてないですね。それゆえに50秒過ぎてもまだあんまり追い込めてないっていう。これは1分切れないな。ほらまた再発動来なかった。厳しい。まあでも粘り強くやっていくしかないですねこれね。
とにかく粘り強く。ほい、返せ返せ、ダメージ返しちゃえ。ボルテック2回来い、2回来い。あー来ない。いやー今回ほんとちょっとあれだね、残念だね。再発動があんまり来ない。アルフィのね、初め再発動結構起きてたからよかったんだけど、最初だけって感じでしたがな。よし返せ返せ、ダメージ返しちゃえ。 OKOKOK、 削ってる削ってる。まあ調子が良かったらね、もうそろそろ倒せてる頃なんだけど、それは再現できなかったけど、おっしゃ、オッケーオッケー。最後に2回ね、再発動きましたね。分身入れ、さあ、オーバーフロー奥義入れるか、超絶入れるか、玉ねぎどっちいいかなって考えれば、オーバーフロー奥義かな。超絶入っても、あともう浴び切れだから、どうしようもないですもんね。ちょっとここ我慢しようか。もう超絶切れちゃってるから、バフ掛けもね、切れちゃってるんで、あんまり入らないと思うけど、いいとこ下手すりゃ3万とかしか入らないと思うけど、ちょっと頑張って削ってくれ。いやー、1分経っちゃったねー。やっぱ展開戦術はアンテンポグルだ、あの辺りがちょっと反省ですね。うん、もう一回来い。ああ、エッジもね、今回あんまり再発動きてないですもんね。ナイス。展開戦術入れ替えた方がいいのか、そろそろ切れるかな。まだ切れてないね。うん、もうちょいだ、頑張れ。さあこれで倒せとは言わないから、 HP のゲージも見えなくなるぐらいまでいってくれれば OKOK。 よし、いけた。いやこれ1分過ぎちゃったからな、マスクリー取れるかな、わからないけど、どうでしょうか。出てくれればいいけどね。オッケーオッケー、いけた。危ない。はい、まあ調子よかったら57秒ぐらいで倒せるんですけど、今回ちょっと時間かかってしまいましたね。まあ需要ない動画だとは思いますけどね。まあとりあえずこれも動画にしておきたくて、はい、アップしときます。そんな感じかな。はい、じゃあ今回はここまでにしておきます。ご視聴ありがとうございました。